皆様、おはこんにちは、わです。本日もお得に配信やってきます。ただのデイです。はい、というわけでね、少女の不思議な一日、またまた続きからやってきます。で、前回は首絞められて人質取られて死んだんで、もうこれ以上はコリゴリっすよ、やっすよ。ってわけで、ちょっと前に戻ってそこからまた追っていきたいと思います。はい、皆さん、やってきました。ここまで戻ってきました。今回はおじさんのことちょっと真面目に頑張って書いてみようかな、ということで、鶴瓶太郎ちゃんがそう言ってるので真面目に書いていきたいと思います。授業でふざけちゃいけませんって先生が言ってたもんね。真面目に書こう。偉いぞ、鶴瓶太郎。で、どんな絵なのか私に見せてほしい。めっちゃ驚いてるやん。どうしたの、そんなにうなって。ただの鶴瓶太郎ちゃん、うまいね。ほんまに褒められた。そう？うまい、うまい。私にも見せてよ、鶴瓶太郎ちゃん。ああ、特徴うまく捉えてるっていうか、似てるとかじゃないんだけどね。俺は君の絵好きだよ。あら、にゃんちゅり褒められちゃったぜ。はあ、すごい。なんか赤くなってる。かわいい。かわいい。好き。好きの一言でドキンと胸が大きくなった。これは一体。なんだろう。ちょっと待って。お兄さん、知らないお兄さんにこんな恋しちゃダメよ。お父さんが私によく、ただの鶴瓶太郎好きだって抱きしめるのとは違う。この変な感じは、私何かされたのか。あそこ、あそこなのね。何、なんか吹き矢でさ、ふっってされてさ、あの毒入りでなんか俺のこと魅了させてやんよ、ふっみたいなされたの。さて、ここは一緒なようなので、次の分岐までまたまた。あれ、ふとおじさんを思い出して振り返る。あ、そっか、この後もすぐだもんね。カットじゃないですね。じゃあちょっとこんな雰囲気になってたので寂しいなってことで選ばせていただきますね。よいしょ。なんて反応するんだ。みんな今日はお父さん、お母さんと帰るだろうし、一人で帰らなきゃいけないのか。寂しいな、一人。ぽつりと言った言葉も、話も聞いてはくれなくて。帰ろう。あー、なんかちょっと悲しい雰囲気になっちゃった。さーて、今日は？じゃあここも寄り道をしたらどうなるのか見ていきたいと思います。帰っても誰もいないし、公園でも行って遊ぼうっと。あ、いいね、公園で遊ぶ。私も昔ね、公園で遊んでて、ブランコに乗って、ブランコから転落して頭ガチって打って気絶したことある。どうでもいい情報。どうしたの。公園に来たはいいけれど、やっぱり誰もいないか。みんなまっすぐ帰ってるからね。いいや、ブランコでもしようっと。待って待って待って、私も同じ未来が。ん、何これ、何これ、不審者。おい、静かに騒がないで、いじっと言っててね。兄、体が縛られてる。よし、捕獲。入れられる。しかもトランクの中。
よーしょ、よーしょ、かわいいよーしょ、ゲットだぜ。この日以来、私の姿を見た者は誰一人としていなかった。え？はぁはぁはぁ、何これ、不審者に捕まり。え、ってこと、不審者はやっぱあのおじさんちゃうってこと？え？怖っ！不審者に捕まって終わってんけど。はぁー！というわけでね、一気にここまで戻ってきました。まだね、首絞められたりとか大変だったんだけど、今回は、助けを求めてみたいと思います。誰かー！助けてー！助けて！おじさんに、殺される！あ、女の子びっくりしてる。今まで首を絞められて、私死にそうに。え？え？え？同じ反応しちゃった。ダメだよ、ただのつるべたレイジは。友達を巻き添えにしちゃ。うるさい言葉だりゃ！うわ！うわ！これで、すべて終わりだ！え？最後に笑うのは、彼。うわ！またこれ死亡したよ！もう何回私殺さえ、私じゃない。つるぺたレイちゃんは。なんやねん！というわけでね、はい、また戻っていきますね。で、まあ、最後に残ったのはここにいるっていうことなので、まあ、おそらくね、足がすくんで動けなかったという設定でいきましょい！動きたくても、動けなかった。おじさんに首を絞められて、体力がもう、なかったのだ。でも、それよりも、おじさんの顔が、少しだけ、悲しそうで、悲しそう。ああ、あったんだろうね。ねえ、おじさん。あ、殺そうとしてこないね。ねえ、おじさん。本当は、殺したくないんじゃないの？私の首を絞めるおじさんの手、すごく、震えていた。あ、分かってたんだ。ん？でも、今までね、いろんな殺し方されてきたけどね。だから、ただのツルペタレイちゃんって、びっくりした。そんな急に出てこないでよ。はぁ、やっと追いついた。お母さんと一緒に帰るんじゃなかったの？走ってきたから、今はまだ姿見えないけど、向こうの方で待ってるよ。どうしたの？あのね、先生がただのつるべたレイちゃんの宿題のノート、私忘れてたらしくって。あ、そうなの？とんでもねえ、やらかしてんな。あ、本当だ。今日、先生から返してもらってない！だから、はい、これ！わざわざ、これを届けに？うん！あー、ありがとう、ゆうきちゃん。え、待って、ゆうきちゃんってこの子じゃね？え、ゆうきちゃん？え？え、ゆうきちゃん？どういたしまして！え、ゆうきちゃん？え？え？うわ、反応した反応した、怖っ！ゆうきちゃん？あ、怖怖怖怖、反応した反応した。だから、おじさんじゃなくて、お兄さんだよ。え、20代の男性ってやっぱり、小学生から見たらおじさんなの？ねえ、ただのつるぺたレイちゃんに、お兄ちゃんなんていないよね。うん、おじさん。
それよりも先に君の名前を教えてくれるかな。え、だってゆうきちゃんって言ってたじゃん。私あれ、白崎ゆうき。あのね、ゆきちゃん、知らないおじさんに名前を教えちゃダメなんだよ。ダメだよ。あ、白崎ゆうき？あ、ん、ただのズルペタ、レイチョンとの関係は？え、友達だよね。幼稚園から一緒なんだよね。ねえ。ん、腕組んでる。もしかしてあれ？おじさんが嫉妬してなんか浮気したっていうのって女の子の話？え？あ、これクセラロン！人の腕を組むと落ち着くんだ。え？ん？ん？あ、あれ？マジ？もしかして勘違い？ん？名前も一緒だ。幼なじみだ。その顔といい。癖といい。おじさん？大丈夫？なんかやばい人なんじゃない？え、もしかしてあの、同性同士でも嫉妬すんのかなって思ったけど、知らなかったの？そういうこと？え？お前が、ゆうき。もう男の子でゆうきっていう名前もなんか変だなとは思ってたよ、私。おじさん、何を言ってるの？嘘だろ？こいつが？お前、女だよな。うん、そうだよ。どこからどう見ても女の子じゃん。これで男の子だったら変でしょ。女の子に興味あるとか、ないよにゃん。もしかして勘違い？え？ほら、わかってないよ、ちゃんと。どういうこと？だよな。まだ、わからないよな。え？はぁ？ゆうきちゃん、そろそろ行くわよ。あ、ママだ。じゃあ私行くね。バイバイ、ツルペタレイちゃん。うん、バイバーイ。おじさん、おーい、おじさん、大丈夫？どういうこと？勘違いだったとはいえ、俺はお前を殺そうと。6回か7回ぐらい殺されましたね。あ、でも不審者がいるから5回ぐらいかな。え？俺の彼女の名前はただのズルペタ・レイチョンなんだよ。私と同じ名前？いや、これでさ、同じ名前の人なんて多分な、世界中探してもおらんと思うで。いや、お前だにゃ。え？そりゃびっくりするよ。変な反応するよな。え？お前か、俺と彼女なんだにゃ。あー、やっぱりな、見えてきた。信じられないかもしれないが、俺は20年後の未来から来たんだにゃ。あ、やっぱりそうなんだ。ほら、やっぱ未来から来た。未来？そして、俺は未来のお前と付き合っているんだにゃ。お、え、え、で、で
私の彼氏？そうだよ。いやいやいや、嘘だ。そんなの嘘に決まってる。嘘じゃないよ。今から約15年後くらいにある発明家がタイムトラベルを実現させて、世界の文明は大きく飛躍することになるんだよ。よくわかんないだろうな。そりゃそうだよ、小学1年生に行ったってわかんないんだよ。でも未来から来たのは本当なんだよ。本当なの？過去に何しに来たの？そうだよ、お前殺しに来たとか言うんだろ。もちろん20年前のお前ただつるべたレイチュアに会いに。でもよくわかったね、この小学生なんて顔変わるじゃん、大人になったら。実はただのつるべたレイチュアは小学生の頃にね、とある人とキスをしているんだよ。え、マジで？え、キスって誰と？それは俺にもわかんないんだな。でも俺が初めて彼女とキスをした時、初めてじゃないって言ってたんだよ。うわ、私めちゃめちゃシリアスブレイカーみたいなことしてんな。めちゃめちゃシリアスなのに、ここ悲しかったよ。俺は全てが始まって、あ、やべ、ミスった、悲しかった。俺、ミーは全てが初めてだったのに、彼女は違ったからだよ。だから過去の私に会いに来たの？そうだよ。誰にも怪我されていない時代のお前に会って殺そうとしたんだ。そして浮気をされたことが憎くて憎くて致し方なかったんだよ。俺だってね、殺してしまおうと思っていたんだよ。でもごめん、全部俺が間違っていたんだよ。おじさん、やっとくとところどころでツルペタレイちゃんもなんかね、反応してたしね。ああ、もう俺って本当にバカだよ。やべえ、俺って書いてあるのに、みーって、みーって言えない。お前のことになると周りが見えなくなるってくるんだよ。うんうん、どうしたの？さっきの友達、ユウキって子いるだろ。あの子は20年後に性転換しているんだよ。あ、それでか、それでか、はい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 。性転換？つまりは男の子から、あ、違った、女の子から男の子になってるってことだよ。なるほどね。それビビるわな。俺も正直まだ信じられないけど、名前も顔の雰囲気も一緒だったんだよ。なるほど。あのユキちゃんが男の子になるの？そりゃビビるわな。ああ。そして俺はそのユキってやつを浮気相手だと勘違いしていたんだよ。ああ、そっか、それでか。お前は夫のことを言っていたんだよ。どういうこと？ね、わかんないよね。まだ私もわかんないや。早く真実を知らないままお前を殺そうとしてしまったんだよ。私はおじさんを。ここで選択肢来るか。でも今まで私散々おじさん殺されかけてきたから信じねえわ。あ、やべえ、BGM。感動的な BGM が止まったよ。うわぁ！やっぱり、信じない。え？おじさんのこと、信じられない。
ゆきちゃんが男の子になるなんて嘘。私の友達の悪口を言わないで。そうか。おじさんは少しだけ悲しい顔をした後、ポケットの中から何かを取り出した。残念だよ、ただのつるべたレイジは。お前は近々誰かとキスをすることになっているんだよ。え？なんで知ってんのそこまでね。俺はそんなの絶対に許さないんだよ。浮気が誤解だったとはいえ、誰かに唇を汚されることは事実なんだよ。おじさん？だから、やっぱり殺すことにするよ。サイコパスヤンキー！なんでそんなことするんや！おじさんの手に持っているのはナイフで。おじさん、それで、何する気？何って、もちろん、君を殺すんだよ。君に信じられないと言われた瞬間、もうどうでもよくなったんだよ。そんな、だって。じゃあね、ただのツルピタンレイチは。やめて、いやあれ、おかしい。私、全く痛くない。嘘だろ？え、あれ、死ななかった？おじさんが大きく目を見開いて私を見ている。状況が全く読めない。嘘。どうして？私の手に赤いナイフがあるの？うわ、もしかして逆？おじさん。みるみるおじさんのお腹が赤くなっていく。もしかして間違えた？もしかして。私、思い出すんだ。おじさんに刺されそうになって、それで、思わず悲鳴を上げてしゃがんでしまって、おじさんが転びそうになって、おじさんが手に持っていたナイフを落として、それで、私、よく見れば、手が血で真っ赤だ。ただの、つるべた。レイちゃん。嘘だ。そんな。血に染まったおじさんは、私の目の前で倒れた。殺した。私が、おじさんを、殺してしまったな。人。本日午後3時過ぎ、路上で男性が刺される事件が発生しました。犯人は小学生1年生の少女で、凶器と思われるナイフを手に笑っていたそうです。手に笑っていたってどういうこと？手に持っていたじゃなくて手に笑ってたの？手に持って、はっ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 て笑ってたの？どういうこと？どういう状況？警察は少女を保護し、事件について詳しい事情を聞いています。うわうわ、ちょっと待って、やばい、怖い。ふエゾエンド4。閉ざされた未来。うーわ、これはないっすよー。マジか。今回はただの霊に殺されてしまったんだよ。はい、というわけで皆さん、今回がここまでで終わりにさせていただきます。おそらくおじさんの言葉を信じたらトゥルーエンドで終わるとは思うんですけれども、時間もキレがいいので本日はここで終わらせていただきます。最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。次回はおそらく最終回になると思います。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。以上、今回もお得に配信しました。ただのー